皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりましたティム・ラメーリスと申します。本日は長時間働く日本を変えられるのかというテーマについてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。日本と初めてビジネスするときに多くの外国人が驚くことがいくつかあります。その一つが次のようなシチュエーションです。ちなみに私の経験に基づいた話です。まずご自分が取引先の会議室にて発表している姿を想像してみてください。最初はお客さんが興味津々に話を聞いているように見えます。しかし数分経つと後ろに座っている一人の課長はいきなり目を閉じて頭を下げ始めます。そしてもう少し時間が経つと静かないびきが聞こえてきます。よく見ると課長の口は半開きだし、なんだか頑張って発表している自分が惨めに思え、なんて失礼なんだと感じずにはいられなくなります。こういうことは日本ではある程度見て見ぬふりをされることもありますが、欧米では大変驚かれます。この居眠りという英語に直訳できない現象ですが、それについては居眠りは社員が疲れるまで仕事を頑張っている証拠だから許せる、あるいは実は目を閉じて真剣に話を聞いているだけだなどなど、解説というよりほぼ言い訳のような暗黙の了解が存在します。しかし論理的に考えると居眠りの原因は一つしかありません。それは睡眠不足です。実は日本人の平均睡眠時間は世界ランキングで最下位なのです。職場で長い時間を過ごし、なかなか休みや休暇を取らないことがその原因でしょう。そこで本日は日本企業におけるいわゆるワークライフバランス、つまり仕事と生活の調和についてお話をしたいと思います。果たして日本ではワークライフバランスが実現されているのでしょうか。具体的な数字を取り上げると、ワークライフバランスには大きな歪みがあることが一目瞭然です。平均で1年に10日間しか休みを取らないばかりでなく、週50時間以上働く人の割合が世界で最も高い日本人は働きすぎと言っても過言ではありません。これに加え、仕事後同僚や上司と酒を飲みながら交流を深める、いわゆる飲みニケーションをしなければならない義務感もあります。私が勤めていた会社の先輩は飲みに行った時に、仕事上がりで夜遅くまで飲んで次の朝早く出勤することが日本のサラリーマンの生活だよと苦笑いしながら言っていました。しかしそれは私にとってはとても全く負に落ちない生活スタイルでした。なぜかというと、仕事に長い時間をかける生活は社員にも会社にも負の影響を及ぼしていると思うからです。十分休まない社員はストレスを抱えやすくなり、仕事に対する満足度やモチベーションが下がります。その結果、新鮮なアイデアや想像力も湧かなくなり、職場でのパフォーマンスが急落し、全く会社のためになりません。幸いなことに、日本で仕事と生活のバランスを整えようとする動きが近年見られるようになってきました。例えば私が勤めていたバリバリの日系企業では、毎週水曜日がリフレッシュデーとなっており、社員が必ず定時で帰ることが規則となっていました。みんながちゃんと帰るかどうかを確かめる巡察チームもいたくらいなので、本格的に実施されていたといえます。その他にも、成果主義に基づく給料やフレックスタイム制度の導入、有活という夕方に家族や友達と過ごす時間を増やすための取り組みなど、全国でワークライフバランスを改善する努力がなされています。しかしこの努力にもかかわらず、依然として多くの日本人は長時間働き、休みもなかなか取りません。ただ定時で社員を帰らせるなどの上辺だけの取り組みでは、ワークライフバランスの実現は絵に描いた餅となってしまうのです。その典型的な失敗例としては、ある大手保険会社の事例があります。社員を早く帰らせるために、夜6時に会社内の照明が消灯されることになっていたのですが、しばらくしたら社員が家からデスクランプを持ってくるようになり
オフィスの暗闇の中で仕事を続けたということです。では、どうやってワークライフバランスを改善できるのか。私は帰宅時間を設定するよりも、企業の中でのバランスを再調整することが急務だと思います。今、これまで私はずっと、日本人は働きすぎだというふうに話してきましたが、実は長時間働くのは、ほとんど正規労働者の男性社員です。皆様も目にしたことがあるかと思いますが、電車の中で立ったまま爆睡をしているような人たちのことです。彼らは特に中年層になると、非常に多くの負担と責任を背負わされます。一方で、出産後、職場に戻りたがっている女性社員がたくさんいるにもかかわらず、全員の復帰ができていないという現状があります。なぜこのような不調和があるのでしょうか。その原因は、人事管理の柔軟性の欠如にあると私は思います。会社の中で社員に正規、非正規、若手、年配というラベルが貼り付けられ、うまく適材適所に人が配置されておらず、社員の本質より表面的なタイトルが重視されていることが問題だと考えます。ここで私が生まれ育ったオランダのワークライフバランスを紹介したいと思います。オランダでは、オランダ人の働く時間は日本より短く、年間で休みを取る日数も30日と日本の3倍ぐらいです。その上、オランダ社員の1人当たりの生産性は日本より高いのです。日本の皆さんには耳が痛いかもしれませんが、より短い時間でより多くの成果を出しているということです。さて、これを可能にするオランダ企業の秘密は何なのでしょうか。その答えは、パートタイム勤務に対する企業の対応です。オランダでは、社員の4割が自発的にパートタイムで働いています。日本と比べて2倍多いです。その上、パートタイムとフルタイムの賃金格差も日本と比べて極めて小さいです。オランダの事例を参考に、フルタイムとパートタイム、正規と非正規という厳しい区別をせずに、今の働き方をいわば分業型から参加型に変えることが、今の日本企業に必要なのではないでしょうか。社員一人一人がどのぐらいの時間をかけたかを表すインプットではなく、1時間で出するアウトプットの評価を老若男女を問わず評価しなければなりません。今、長時間働く社員から一部の負担をもっと働きたい社員に担わせることで、社内の調和と全員の仕事と生活の調和が改善するでしょう。この転換は一朝一夕には実現できませんが、日本はもうすでにいい方向に向かっていると私は思います。これまで企業が提案してきた対策に加え、企業の中でのバランスを再調整することで、満足できる仕事と生活の調和が叶えられると思います。このようにワークライフバランスを保つことで、社員の幸せと職場での成果両方を実現させることができます。そしてそのおかげで、会議中にうとうとと居眠りをするお疲れの社会人が少なくなれば、それは喜ばしいことなのではないでしょうか。以上、私の発表とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ティムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のスピーチをね、日本の政治家の方々が聞いたら、ドキッとするんじゃないかなと思うんですけども。日本に住んでらっしゃったことはあるんですか？そうですね、大学時代で1年と、大学卒業してから1年半日本の企業で働いたことがあるんで、はい、ね、日本語もとてもお上手なんですけれども、その中でも日本語はどんなとこが難しいなとお感じになりますか？発音でするとやはりピッチアクセントとかが難しいのと、あと擬音語、擬態語とかは難しいと思うんですね。じゃ、結構勉強もされたりして？まあできるだけ頑張ってるんですけど。電車の中で居眠りとかはすることはなかったですか？私ですか？はい。
居眠り、まあ、電車の中ちょっと立ったままはまだちょっとそういう技はまだできてないんですけど、あのやはりなんか日本の電車のなんか椅子も割と座り心地がいいんで、はい、よくしてました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、はい、なんか面白い話ですけども、日本の人にとっては耳がちょっと痛い、はい、日本人にとってはちょっと耳が痛い話なんですけども、よく言われることですけども、日本企業の人は、日本人のサラリーマンは長時間いるけども実際に仕事はあんまりしてないというのが日本の中でも言われてますよね。でただいたずらに5時に会社が終わってみんな帰んないで、というのは上司が帰んないから私たちも帰れないっていう、なんかだらだらといるというのが現実みたいなんですけど、そういうことは目撃しました？そういうことを経験しましたか、見ましたか？私が勤めていた会社で割とそういった社風はなかったのですが、本当にもう仕事終わってからもう自分で帰るっていうような感じはあったんですけど、まあ、また私は日本人じゃないので、もしかしてそういった上下関係をそこまで尊重してないので、あんまり私は気にしてなかったんですが、まあ、周りの人とかに聞くと、やはりちょっと上司の前で帰るのがちょっと気まずいって言ってるような人たちもいたんですが、そこまで厳しくなかったと思います。普通日本の企業はやっぱり上司が帰らないとなかなか帰りにくいんですよね。そうですよね。でそれがやっぱり上司を早く帰さないと、あの普通の人が帰らなくなっちゃうんじゃないかと思うんです。そうですよね。まあ、それはちょっと私が今日のスピーチで申しましたように、かなり今の日本企業ではその非常に多くの負担を抱えている社員がそのまあ上司みたいに正規労働者の男性社員 で 中年層の方 でその一方でもう少しその非常に多くの負担量をもっと働きたい社員に担わせることで、少しずつそのあの仕事量を緩和させることができるんじゃないかと私が思っています。今あの、はい、やっぱりその非常に多くの負担量があると仕事自体も、まあ、自分体も疲れてしまうし、あの、まあ、サッカー選手みたいな、やはりあの試合に出る前にはちゃんとあの体調を整えることが大事なので、仕事も同じようなものではないかと思います。なるほどね。あの日本は今あの人手不足で労働者が足んないと言われてるんですけども、今おっしゃったように女性がまだ働くチャンスがもっとあった方がいいですよね。そうですね、はい、あのそれでかなり人手不足が解消するんじゃないかというふうに思いますけども、これはあの長時間労働とあのちょっと表裏一体なんですけども、もっと働く人が増えれば長時間労働も減るんじゃないかという気がしますけど、そう思いますか？長時間労働をする必要がない、人がたくさんいればそういうことはないですかね？長時間労働が減るってことですか？すみません、要するにたくさん働く人がたくさんいれば、はい、長時間労働をする必要がなくなるんじゃないか。そうですよね。それがあのまさしく私があの話したその参加型という働き方なんですが、多くの人たちが、まあ、別に長時間労働を働いてないっても働いているわけではないんですが、あのまあ、少しずつその1時間で出せるアウトプットをあの一番あの大事にして、でそういうふうに長時間労働を減らすことができると私は思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。